はい、こんにちは、まあえちゃんねる前原です。はい、今日はですね、1月7日でございます。本当は帰国する予定だったんですが、フロリダからシアトルまでの便が遅れてしまいまして、シアトルから成田への便に乗ることができませんでした、それで今ですね、デルタ航空の方がいろいろやってくれて、もう1日もしかしたらシアトルに泊まれるかもしれない、明日帰れるかもしれないということで調整してくれております。なのでこの1日を我々がどう過ごすかご覧ください。はい、ということで、シアトルに一泊することになりました。はい、明日は朝の便で一旦ポートランドに向かって、そこからポートランドから成田に行くことになりましたね。はい、ちょっと今シアトルの外に出てるんだけど、寒いね。寒い、真冬。もうフロリダとは全然違いますね。うん、びっくりした。それにしてもこんなことになるとは思わなかったね。うん、まあでもシアトルに半日入れることになったので、まあできれば街とかも行ってみようかね。はい、ということで、今日はですね、このダブルツリーバイヒルト、ここに一泊することになりましたね。はい、はい、なんとの。まあでもいいホテルでよかったね。うん、うん、でこれからですね、ちょっと一旦空港に戻って、それで電車に乗ってダウンタウンの方に行きたいと思います。イエーイ。はい、はい、このサウンドトランジットという電車に乗ることになりました。大人3ドルで子供何ドル？子供が 1.5、 半分だね。じゃあ電車に乗りましょう。はい、あ、ちょっと来たかな。あ、来た。こっちいいだよね。はい、乗りましょう。Next stop, International District, China Town Station. これがセーフコフィールド、センチュリーリンクフィールドで、こっちは。こっちは。あ、どうだ、でっかいのある。さっき飛行機から見えたんだよね。うん。ウェストレイク駅へやってきました。はい、ここからお買い物です。はい、ユジン君はプリッツェル食べて休憩中ですね。モノレール乗ればスペースニードルに行けるっていうところです。せっかくシアトルの街まで来たので、スペースニードルまでちょっと行ってみましょう。うん、下から見上げるだけだけどね。うん、モノレール乗っていきましょう。イエーイ。お、パパ大丈夫？びっくり、びっくりした。怖い。よかったね。モノレール出発しました。寒い。結構高いよ。うん、あ、さっき寄ったドラッグストアだ。うわ、恐ろしいぐらい斜めなんだけど。おお。結構斜めなんだけど。あ、でもだんだん地面に近くなってない。怖い。大丈夫、結構斜めなんだけど。あ、復活治った。はい、シンくん来ました、スペースニードル。うわー、かっこいい。もうちょっと前行ってみようか。すごいね。すごいな、かっこいい。はい、じゃあちょっとスペースニードルの中入ってみましょう。まあショップ入るだけだけどね。あ、こっちだって、こっちだって。スペースベースって書いてある。こっち SPVS。こんなショップになってるんだ。違うか。そうだね、多分。タクシーのマーク何もないの？だって個人がやってるんだ。あ、そうなんだ。
あ、これだ。だよね。Uber? はい。Thank you. Sorry, I'm on Uber. 乗りました。乗りました。すごいね、個人なんだね。うん。ゆっくり。This is the first time we use Uber. Oh, really? Yes. It's my first day using it too. Yay! Yep. How does it's this very active. Very yeah. active. Yeah. Wow. Very active. It's not that popular in our country, Japan. Oh, you're from Japan? Yes, we are. Awesome. So I put all the like credit card information in here, yeah. so I don't have to do anything. No, no. I just finished the trip and automatically. Oh. Yeah, it's very smart.Really, really cool. Someone is a multi-billionaire. Yeah, yeah. はい、Uber 使ってですね、見事に簡単に戻ってこれたね。すごいね。しかも支払いも簡単でしたね。はい。よかった。じゃあ部屋に戻ってゆっくりしましょう。はい。はい。お部屋戻ってきました。はい。こんなお部屋です。よかったね。ご飯何食べようか。フライドライスチキンと焼きそばの。牛あとワンタンスープこれが今日のご飯です、うん、食べましょう。